はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここミチャンネルのショーが今日は40度超えをお送りいたします。よろしくお願いします。あのー、先ほどですね、速報、テレビ見てる方出たと思うんですけれども、私、テレビ見ないんですけど、インターネットの速報で知りましたけれども、えー、8月の5日ですね、14時現在、午後2時までに35度を超えた、まあ、日本列島の話ですけれども、 えー、35度を超えた地点は253か所となっている、これはあの観測史上最高ですね、35度以上は253か所、まあ、ありえない高温に包まれている、日本列島が。でさらに11か所で観測史上最高の温度、気温になっているということなんですよ。これもありえない初めてですねでさらに 福島県伊達市ってありますよね。そこで午後2時に40.0度を記録。福島県伊達市で40度ってすごいですよ。そんなに気温上がらないんでね、福島全体。いや、暑いですよ、確かに夏は。いや、だけど40度行くようなとこじゃないですからね。これ異常ですね。で、この福島県の40.0度の観測なんですけれども、 日本の観測と外国とちょっと若干違うんですよ、システムが。日本は日陰のところで風通しのいいところで気温を測らなければいけないことになってるんですよ。だから小学校、中学校で、あの、百葉箱っていうんですかなんか白いね、木でできた小屋みたいなところの中に、まあ温度計を設置して、そこの中の気温を測ったっていう記,録あの記憶がある人いると思うんですけど、 ああいう感じの日陰で測んないといけないんですよね。だからこの40.0度っていうのは日陰の温度なんですよ。ということは日当たりはどれぐらいかっていうと、まあ57度とかなってるでしょ、もう。あの日当たりは。軽く50度は超えてるんですよ。57度とかね。日本って湿度高いから55度、57度きついですよ。日当たり。だから内臓がやられてしまう。これ前もお話ししましたけど、 そんなね、あの日が当たってるところでいくら帽子かぶっていても、55度、57度になっているので、その中で1時間以上作業すると、人間のね、体の中、熱がこもってしまって、脳、心臓、肺、腎臓の、この4つのどれかがやられます。もうすっごいダメージ受けます。 でどれかダメージ受けるとどうなるのかっていうと、まあ、脳がダメージ受けたら、フラフラして倒れる。もうそのまんまあの頭に輪っかですよね、本当にね、運ばれてもね、そうなる可能性高いですよ。あと、心臓にダメージを受けても、まあ、そうなりますね。肺にダメージを受けると、まあ、呼吸ができなくなってしまう。大変なことになるんですね。これも運ばれて、まあ、本当危ないですよ、ね。大変なことになってしまう。 じゃあ、腎臓にダメージ。これ結構多いんです。腎臓多分一番多いんじゃないかな。あの、後から出るんですよ。まあ、家に帰ってからとか、長い人は2ヶ月後とかね。あの、腎臓の機能が大幅に低下してしまって元に戻らない。もちろん、大変なことになりますよ、それはね。いやー、これだからね、あのー、本当に何回もお話ししてますけど、あんまりね、用がないときに、 なんか外を歩くとか、歩いてどっか行くって、絶対もうやめたほうがいいですよ、昼間。あの、せめてね、あのどうしても出なければいけないんだったら、本当に車でね、ちゃんと冷房をつけて行くとか、または、あの、日がね、ある程度傾いてから行くとかね。そうしないとね、これはきついですよ、すんごくね。うん、だから日当たりのいいところで、長距離歩いてね、またはちょ、あの、歩かなくても、そこで大工さんとかね、 あの日が当たっているところで作業をしたりとか、屋外の何か建設の作業とかね、またはなんか道路に関する工事をされている方とか、これ、きついですからね、なんとかちょっと調整してね、休み休みやらないと、体にきちゃいますよ、これはね。うんね、だから今までは平気かもしれないけど、かなりきついですよ、これ、本当にね。だから頭から水を浴びながらやんなきゃいけないような感じになるかもしれないですよ、本当に。 それでもちょっとこう体冷えないかもしれないですから、でもそれをあのね、1時間ごととか30分ごとにやんないと仕事になんないかもしれないですよ。で、体が一回壊れちゃうともうね、あの仕事どこじゃないじゃないですか。だからそういう可能性も出てくるので、これはね、当ん異常ですよ。で、前から言ってるように、あの、これは続くんですよ。で、一回台風がちょっと入ってくるので、 あのー、台風6号の影響で、気温がちょっと落ちるところも出てきます。あと何日かね。なんだけど、またあの、お盆の休みの頭ぐらいからね、猛烈な暑さに日本列島を覆われるので襲われますから。だからね、まだ終わらないですよ。これ9月のね、10日ぐらいまでは、もう気温落ちないですね。絶対に。うん、だからもう9月の半ばぐらいまでちょっと続くんじゃないかぐらいのつもりで、 行かれた方がいいいと思いますよあの注意してね本当、体やられちゃうんでね、腎臓やられちゃうと、あの後からも出るんでね、1ヶ月後とかね、調子悪くなってしまうので、長いですよ、腎臓やられちゃうと、あの大変なことになるので、あの気温がね、あの高くて、本当にね、あの日の当たったところで、いやー、暑いな、暑いなと思いながら、我慢して仕事してると、腎臓に来ちゃいます、あの我慢してると、あの俺、体強いんだとか言っても、腎臓は強くないんですよ。 臓器の中では弱い。腎臓はね。だ腎臓の働きがおかしくなっちゃうんで。うん、だからちょっとね、大事にしていかないといけないですよ、体はね。あの、我慢してね、俺は大丈夫だって言って、腎臓やられちゃったら何もなんないですからね。本当にね。あの、腎臓だけはわかんないんでね。うん、自分はあの、頭では平気だ平気だって言ってても、腎臓は平気じゃないかもしれないですよ。本当に。頭と、そ脳と腎臓違いますから、気力はあっても腎臓はね、あの、大丈夫かどうかってちょっと、 その場の環境によって随分、あの、異なってきますよ。本当に。まあ、ちょっとね、大事にして痛まっていくに越したことはないということですね。まあ、気温はね、まあ、ちょっと上がり下がり、これから台風であると思うんですよ。場所によってね。だけど、全般的には、またお盆の頭ぐらいから、凄まじい暑さに見舞われるというふうにね、考えておいた方がいいですよ。これからピークなんでね、これからがピークですよ。今、ピークじゃないですよ。また全然。 これからがピークなんですよ。まだまだ気をつけないといけないですね。だからあと1ヶ月以上を気をつけないといけない9月の半ばぐらいまでね。ほんと体が資本なんでね、皆さんね、ちょっと体に気をつけて進んでいきましょうね。日々気をつけながらね、ちょっと、あの、まあ、大丈夫かなーなんて言ってね、あの、ちょっと油断するとやられちゃいますから、気をつけながら進んでいきましょうね。体を大切にされてください。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さん頑張っていきましょうね。ありがとうございました。